はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社モトロシ便の、椎名義也です。今回もですね、弊社の試し体験に来ていただいた、飯田さんのインタビューですね、こちらをお送りいたします。飯田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、お試し体験の結果どうであったかという感想的な部分を伺いたいんですけども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回乗ったあのお試し体験で同乗させていただいた部分のコースしか見てないんで分からないですが、今回のお試し体験で横乗りさせていただいたコースを考えるには、あの結構あの言われてましたが、あの車を移動させてる時間の方が長くて、うん、仕事的にはそんなきつい仕事でも何でもないし、あのまあ いろんな仕事があるからどういう場面に遭遇するか分からないですけど、ただあのまあ できない仕事ではないんじゃないかなっていうような気はしましたけどね。なるほどですね、はい、今回はあのお弁当の配達ということで、横に乗ってもらったんですけども、多分非常に簡単な仕事だと思ったと思います。なぜかというと今やられてる仕事の方が数倍難しいですよね。まあはっきり言うとそうですね。そうですよね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ということで、インタビューまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。